Hello! Good morning everyone! This is Meg! おはようございます。めぐっぺです。今朝も朝ハック始めます。で、今日の話題は、大坂なおみ選手が先日全豪オープン優勝されましたよね。で、今は世界ランキング1位ということで、もうこの1年でみるみるランクアップしていったなというところで目を見張るものがあると思うんですが、去年 全米オープンで優勝した時にインタビューで我慢、patience の話をしてたんですけど、でその時に日本語で言うところの我慢だとこう耐え忍ぶ、なんか嫌なことでもこう耐え忍ぶ、辛抱するっていうイメージがあるので、私としてはこの言葉は根気よく取り組むという意味で取り上げたいというか捉えたいという話をしたことがあったんですが、今回もその根気よく取り組むっていうところがすごく作用した試合だったんじゃないかなと、インタビューとか他のニュースなんかも見ていて思いました。で、というのがその試合の途中でちょっとこう負けそうにっていうかセット取られちゃってがっくりしてた時もあったと思うんですけど、しっかりこう立て直して最後は優勝したというところで、気持ちの切り替え方とか諦めずにこう目標に向かって取り組んだっていうのがこういう風に結果に現れてるんじゃないかなというところで、私の中で最近はこの我慢イコール根気よく取り組むという捉え方をしています。で、まあそこで言うと、私の経験からしたら英語をこう話せるようになるっていう目標があった時に、もうなんだろうな、その英語ただこう単語を並べて一応そのコミュニケーションができますよっていう英語の話し方ではなく、自分のこう思ってることを自然に自在に英語を操って話せるようになりたいっていうのが、こう長年のというか英語を勉強し始めた当時の一番大きな目標だったんですけど、まあ、その時にやっていたことが、なんだろうな、同じ音声の CD だったりとか映画だったりとか、もう会話の内容を覚えてしまうくらい最初から最後まで大体のこうセリフとか、そのキャラクターの人が言ってる雰囲気とかイントネーション、感情の入れ方もこうイメージしながらこう練習をしていて、まあ、1000回以上見たことがあったんですけど、で結果的に毎日多くて3回同じ映画を見てて、でそれをまあ最初の1年はずっとやってて、でその後も何年か続けたので、まあ、最終的には多分1000回以上同じ映画見てるんですけど、まあ、そういうトレーニングをしていたことがあって、でその話をした時に1000回以上なんてすごいですねっていうことを言われたことがあったんですけど、多分皆さんも、好きなものだったらこう知らないうちにこう手が伸びてるというか、例えばスイーツが好きだったら同じスイーツをこう何度も買って何度も食べてっていう、こう食べた時のこうワクワク感とかちょっと嬉しい感じをずっとこう感じたいがためにまたそこに行ってまた同じものを買ってしまったりってことがあると思うんですけど、私はその対象が英語のその映画だったっていうことで、まあ、そんなに対象が違うだけで、まあ、できるかどうかっていうのはそういう、なんだろうな、まあ、好きだったら勝手にやってしまうと思うんですけど、まあ、そういった感覚でできるものがあれば一番、あ、サミさんおはようございます、朝ハックやってますが、あと少しです。もしよろしかったらまた参加してください。で、ということがあったんですが、まあ何でも、まあ、私と同じように映画を1000回見るっていうのもあるし、まあ、それ以外でも自分が何かこうやることによってワクワク感とか嬉しい感じが感じられるものを続けてみるっていうのが一番近道だと思っています。で最近もこうツイッターとか見ていると、毎朝朝活でオンライン英会話をずっとやってる方がいらっしゃって、でその毎日この先生はこうだったとか、この場合は自分はこう感じたっていう、こう履歴をずっとつけてる人がいるんですけど、まあ、それはすごく他の人にとっても参考になるというか、自分の中でもログをつけてるっていうのはすごく大事で、でどういったのだと自分が頑張れるかっていうのが、その毎日の経験にこう培われていくので、まあ、そういった中で自分が一番
頑張れる要素になるものをこう最終的には集めていって、それを一番上手に活かせるものを探すっていうのが、いいと思っています。なので、日々こう勉強していて、うまくいかないと、あ、うまくいかないから、うまくいかないイコール自分は向いてないとかできないとかも最初からその1回で決めてしまうのではなく、まあ、その問題じゃダメだったけどこっちだったらできるかもっていう、ちょっとこういろんなトライをした中で一番自分が頑張れるものを最後残して、それをしばらく取り組んで頑張ってみるっていうのが一番いい方法だと思います。今日の最終的に言いたかったことは、目標をしっかり持って自分に合った方法を探しつつ頑張っていけるようになれば、英語もだんだんこうすぐには目に見えないかもしれないですが、結果的にこうできる自分に近づいていくんじゃないかなというお話をしてみました。はい、ということで喋り続けていきあがってますが、今日のところはこの辺で朝ハック終了したいと思います。ミルッテでした。 Bye! See you!